小さい頃からすごく医療に興味があって、でその資格を取りたいなって思った時に、医療系の中で薬学部に惹かれたので薬学部を選びました。今膵臓がんの治療薬についての研究をしてます。先輩の見つけられた化合物を使って膵臓がんの治療薬として、その薬がどういう効果を示すのかっていうのを調べています。この研究の難しいところは、自分の得たい結果が思うように得られないところです。今まで解明されてなかったこととかがちょっとずつ分かってくると、なんか良かったなって思います。So I think the last time I saw you was maybe 2 months ago. Maybe, yeah. Yeah, what's new? What's new? Yes. What's new, Kaho? I went to Fukuoka maybe 2 weeks ago. Oh yeah, no, I do. Canal. Canal. Yeah, Canal City. Nice!私はその病院への就職っていうのを考えているので、その入院されている患者さんとかに寄り添っていけるような薬剤師になりたいと思っています。